も皆さんこんにちは、パクスケです。なんと僕はね、ストレス RNG で裏世界に行く世界初の方法を見つけてしまったということで、今回その行く方法をね、解説していきたいと思います。ということで、関係ないけど俺のスキンめっちゃ可愛くなりました。これからこれでやっていきたいと思うのでね、これからのこの僕の可愛すぎるスキンをよろしくお願いします。それとチャンネル登録と高評価今すぐにしてくれると、なんとラックがプラス2億つきます。わお。ということでね、なんと裏世界に行く方法を発見しまいました。嬉しいです、とても。というわけで、あのね、過去にも裏世界に行く方法はね、なんかいくつかあったっぽいんだけど、なんかほとんど修正されてるっぽいから、多分新しい方法だと思います。皆さんぜひ真似してみてください。ということで、早速ね、解説していきたいと思うんですけど、まずこっちですね、この洞窟に行きます。ステラの洞窟方面にね、このここに穴があると思うんで、ここに行ってもらって、ステラのここに来ます。そしたらこの左側ですね、入って左側、こっちに移動していきます。で、これ落ちちゃって大丈夫ですと。で、暗いんでね、明るいオーラとか使うとね、いいかもしれません。ちょっとソーラーつけたいと思います。このちょっと進んだ左側にね、ちょっとなんか螺旋階段状みたいになってるここがあるので、この下にね、ちょっと乗ってもらって、で、ここを乗り移るんですよ。はい、とこんな感じで、これ乗ったら奥に進んで、この変な段差があるんですね、このここに。そしたらもうジャンプを長押しして、右入力ですね、こっちにこうやって進むと、ここにはまることができると。もう一回やりますね、こうやってスペースを押しまくって、ここにはまることができます。そしたらアーケインですね、ここでアーケインが必要になります。ここでアーケインの能力をここで使うと、なんとこんな感じで裏世界に来ることができますと。で、ちょっと探索していきましょうか、裏世界の方を。結構広いんだよね。なんか四角い感じで囲まれてる、あれなのかな？めっちゃ、お、段差があって。お、あ、これあれですね、ステラの泉みたいな。ステラの洞窟にあった泉部分ですかね、これは。で、こんな感じでもう、やばい、これもう意味わかんない。なんか四角いキューブ状みたいになってるのかな？ちょっと暗くて見えないかもだけど。で、ここにはなんかめっちゃやばいとこ、なんか空間がありますね、空洞が。こんな感じかな。行っても特にね、なんもないけど、ぜひ皆さん探検しに行ってみてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。